エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援弾、救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。行く。リヴァイ兵長、助けてください。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。チッ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。まとめて相手していく。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。俺の敵じゃない。行く。隊長の命令に従ったらこのザボです。助かりました。もういい、ハンジの元に向かえ。手はするなよ。私も行きます。救援要請ね、助けに行かないと。
リヴァイか、援護を頼む。まとめて相手してやる。おとなしくしてろ。行く。指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだが、この兵力での3回はリスクがでかすぎる。悪い、すぐにハンジと合流しろ。先に行きやがった。ごめんよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人は残さなくてもいいんですか？まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、1体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいいが。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オローたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。救援要請無視はできねえ。俺だって役に立つとこ見せてやります。奴ら小さい分小回りが利くな。おい、エルド。ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。うおー、この大きさ素晴らしい。
これで貴公子だったら最高なんだけどな。貴公子ならここにいるだろう。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえな。連れてくるのは厄介だったね。捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。苦戦してるみてえだな。行かねえと。手がつくなよ。面白い気がしやがって。こいつをどうにかしないと。リヴァイ兵長、援護感謝します。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ニャホー、2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。行く。
け物。報告します。15メートル級が何体か現れたようです。そいつらを殺したら捕獲した巨人を運ぶ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。見たいもだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな。昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。
チ。ほう、生き延びてやるわ。お、また壁を破られた。明日も生きてる保証はね。
今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。行く。ヘラするなよ。どいつもこいつもふざけた動きしやがって。助かった。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろ。ありがとうございます。まとめて相手して。
団のもとへ急げ。助けを求めてる。次の巨人はどこだ。近頃にしてやる。誰かこいつを止めてくれ。まとめて相手してやる。おとなしくしてろ。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。やる。うわぁ、ずいぶん巨人が集まったね。少し。おとなしくしたいやろ。かなり集まりすぎたかな。おとなしくしてろ。おい、何やってやがる。クソメガネ、夢中になると状況も見極められねえのか。手はするなよ。了解。ありがとうリヴァイ。いやちょっと巨人を集めすぎちゃってね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。お前の鼻に間違いはねえだろ。
ヘマするなよ。私も行きます。ここは片付いたな。巨人発見の縁談だ。行くぞ兵長。索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。兵長、俺も同行します。俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。ここはモブリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな。救援要請か。行くぞ。俺たち調査兵団の力を見たか。ついてこい。了解っす。あ、了解です。助かった。貴公子です。町の中心に向かっています。止めないと。本体を守らねえな。貴公子の迎撃に向かうぞ。止めて相手して。モーブリット、固まってる巨人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。ああ、もう仕方ない。話しやがれ。世話になる。手出せよ。了解です。わかりました。少しは俺たちが止める。おとなしくしてろ。まとめて相手して手間つけてろ。巨人の王、こっちだ。こっちへ来ないか。モブリット、うまく分散させられたね。これで巨人をかっこ撃破できるよ。よし、他にも巨人がいないか偵察しよう。
どうしてだ、化け物。奴らだな。その肉、切り刻んでやるから待ってろ。ええ、兵長、俺たちでやってやりましょう。まとめて相手して。おとなしくしろ。行く。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。
ち。こんな。何？なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いた。エルヴィンはそろそろ壁につくことだ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようだ。先を急ぐからな。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。瓦礫を無視できる。もう馬を諦めて進むか。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから瓦礫の破壊を急いでよ。
助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。行く。ある。ヘラするなよ。私も行きます。まとめて相手している。エンダン苦戦してやがる。まとめて相手している。おとなしくしてろ。巨人どもめ、キリがね、味方はどこだ。まとめて相手す。面白い気がしやがって。行く。兵長、この失態はすぐ取り返します。だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。助かった。まずいな。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。はぐれてしまって。助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。縁談か。救援に向かおう。
先を急いでるのに邪魔するなら死ね。まとめて相手してすみません。いいからついてこい。エルヴィンに追いつくぞ。助かった。を見失うとは。体勢を立て直さないとな。俺の敵じゃない。すみません兵長、まだ行けます。トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。行け。仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。エルヴィンは先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。面白い奴が仕上がった。南東から複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さねえとまずいな。おとなしくしてろ。くそ、砲台を壊された。一体軌道で先に進むしかねえな。了解しました。後続の隊が分散しちまってる。まあとりあえず今いる人数で先へ進むしかねえ。そうか、ご苦労だった。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。いいぞ。エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。
トロストク壁門へ急げ。面白い面しやがって、まとめて相手して。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。まとめて相手して。今は考えている時間がない。みんな、立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を取る。あの大型飛行士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。手強そうな奴だが、俺たちなら、俺たちの力見せてやりましょう。おとなしくして。ごめんなさい、ヘッチャー。やるか。ヘラスだよ。了解です。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。
今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい。彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。佐藤、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。